にちは。きっときっと美味しい旅です。このチャンネルではコスパの良いお宿や旅先で美味しかったものを料金入りで、またおすすめの観光プランをこんな感じに地図や時間入りでできるだけ分かりやすく紹介しています。あなたの旅のお役に立つかもしれないので、チャンネル登録やいいねをポチッとお願いします。今回は青森県浅虫温泉南部屋海鮮閣さんに行ってきました。海鮮閣さんの宿泊は2度目です。豪華なハーフビュッフの食事、仏庵を眺めながら入る温泉、津軽三味線のライブなど魅力満載の海鮮閣さんへ行ってらっしゃい。チェックインを終えて1階を少し紹介します。フロアガイドはこんな感じです。1階ロビーにはひときわ目を引く立派な舞台があり、夜にはここで三味線のライブが行われます。ギャラリー喫茶ゼンではホットコーヒーやリンゴジュースなどのウェルカムドリンクがいただけます。お土産どころふるさとでは青森県津軽地方のお土産がたくさん売っています。手作りのアイスキャンディーもあります。人気の電酒も売っていました。リンゴを使ったお菓子はお土産にぴったりです。電酒を津軽ビードロで飲みたいですね。ではお部屋に行きましょう。お部屋はビジネスタイプのツインベッドです。前回の宿泊時は 12.5 畳に 4.5 畳の掘りごたつスペースのオーシャンビューだったので、かなり差が。ではお風呂に行きましょう。お風呂は7階に展望大浴場があります。お湯は無色透明でさらっとしています。陸奥湾を眺めながら入る露天風呂は最高です。いよいよお楽しみの夕食です。夕食はダイニング海辻でいただきます。お持ちする料理がこちらに全てご準備しておられます。あとのお料理がこちらにご準備しておられまして、ハーフビュッフェになっておられます。卓上料理以外はビュッフェです。飲み物は津軽地方の各種地酒、さっき売店で電酒を購入したので電酒じゃないのを飲んでみようかな。下北ワインや各国のワインもあります。飲み放題もありますよ。たくさん飲みたい方には嬉しいですね。飲み放題60分2750円です。ではビュッフェエリアに行きましょう。オープンキッチンなので目の前で職人さんがお料理を作ってくれます。ご覧ください、この豪華なお料理、まさにご馳走の夢の共演です。八戸酒造の純米酒ふくよかで乾杯。大好きなウニからいただきます。甘い、どんどんいきます。すじこ巻き美味しすぎます。2つおかわりしちゃいました。日本立ても八戸産サバ棒寿司も間違いないお味です。
酒のなめろうは大葉にくるっと巻いてパクッといただきました。深浦つるつるわかめはトゥルントゥルンです。初ガツオはたっぷりの玉ねぎと一緒にいただくとさっぱりして美味しいです。出ました、ホタテバター焼き。欲張って2ついただきました。殻付きで焼いたホタテ最強説ってなかったでしたっけ。ステーキも焼いてくれます。ステーキソースをかけ忘れましたが、ちょうどいい油加減でソースなしでも美味しいです。天ぷらも揚げたてをいただけます。立派なエビ。贅沢ですね。衣薄いです。甘エビ麹漬け、とろける美味しさです。13個しじみ味噌汁で二日酔い知らずかな。このへシャモロックせんべい鍋、しなしな食感が癖になります。和食だけではなくピザもありますよ。スペイン料理のアヒージョもありますね。桜姫鶏の油淋鶏。桜姫鶏にはビタミン E が通常の鶏の3倍以上含まれ、鶏独特の臭みがないのが特徴。鶏の唐揚げに漬けだれがベストマッチです。陸奥湾に沈む夕日を見ながら、青森の豪華な海の幸やお肉などを使ったお料理をたくさんいただきました。東京のレストランでこれだけいただいたら宿泊費と変わらない金額になるかもしれません。では最後にデザートをいただきます。うわ、どれも美味しそう。フルーツもたくさんあります。お腹いっぱいですが別腹出動です。こちら甘酸っぱさとふんわりムースとスポンジが絶妙なハーモニーでした。ごちそうさまでした。夕食後は津軽三味線演奏を聴きます。生の津軽三味線の演奏を聴けるのをとっても楽しみにしていました。奏者は高野正嗣さん。動画は NG だったので写真だけ。三味線だけでなく笛も吹いてくれました。素晴らしい音色がいつまでも耳に残り、良い思い出になりました。おはようございます。2日目の朝です。朝食をいただきに行きます。朝食も夕食同様海辻でいただきます。窓際の席を案内してくれました。どんな青森のご馳走があるか楽しみです。ではサラダはたっぷりいただきたいですね。クレープがあるのって珍しいですよね。手作りおにぎりがありますよ。やっぱりおにぎりは外せませんね。タイの出汁を使ったもずくおかゆも美味しそう。朝蒸し名物ねぶた鍋。根は長芋、具は豚肉と舞茸、葉は太鼓に見立てたホタテのようです。出ました、ホタテフライ、大好物です。ホタテ貝焼き味噌も郷土料理です。
海鮮漬けも美味しそうです。たらこやネバネバオクラもいただきたいですね。本能の赴くままにいただいた結果、朝からこんなことになりました。まずは貝焼きに火をつけてからいただきます。これ中年夫婦でいただく量じゃないですよね。でもホタテフライはほとんど私がいただきました。貝焼きは青森の味です。海鮮漬けにとろろをトッピングしてみました。美味しくないわけがありません。ネバネバ倍増。もずくおかゆにはたらこをトッピング。美味しすぎます。すべていただいたので、次はデザートをいただきに行きます。フルーツや水寒天などが並びます。ヨーグルトソースも青森県産ブラックベリーを使っています。水寒天のきなこ黒蜜がけはいくらでも食べられるやつです。アイスは昨日食べられなかったのでリベンジです。最後は青森の完熟リンゴ 100% のリンゴジュースで締めます。ごちそうさまでした。ではここで宿泊料金をお伝えします。2023年6月平日、1泊2食付き2名1室の宿泊代は、1人分2万900円、日本酒が1100円でした。海鮮閣さんは2024年1月から4月中旬まで館内改装工事を予定しています。詳細は概要欄の公式ホームページをご覧ください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。もしこの動画がちょっとでもいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価をポチッとしていただけたら嬉しいです。動画の感想、改装後の海鮮閣に行かれた方のコメントなどお待ちしています。おしまい。